こんにちは。平成28年5月号の WebTV 阿蘇プラスです。まず今回の熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。連日の報道などでご存知のように、ここ阿蘇市も多くの被害が出ています。地震発生から1ヶ月が経ちましたが、この1ヶ月を振り返ってみると、長かったような、あっという間だったような、いろんな思いが次々と頭をよぎります。 WebTV 阿蘇では地震発生直後からカメラを回し、見慣れた風景の変わり果てた姿や避難所での様子、また災害の中で助け合う地域の人々の姿などを映像に収めてきました。これまで熊本地震に関する15本のニュースを配信し、視聴回数は合計で5000回を超えています。はじめは地震の脅威を伝えるニュースが多かったのですが、1週間後あたりからは阿蘇市に届く支援物資の配給、幼稚園・保育園の再開、復旧復興が進む商店街の様子や花遊びのバラが満開になった観光情報など、災害の中でも前を向いて進む阿蘇市の人々の姿をご紹介してきました。今後もさまざまな阿蘇市の復旧復興を取材していきますので、ぜひご覧ください。さて、今月号の WebTV 阿蘇プラスですが、大きく2つのことをお伝えしていきます。まず阿蘇もの阿蘇復興支援セットからご紹介しましょう。阿蘇もでは、阿蘇を一日でも早く元気にしたいと阿蘇復興支援セットを企画し、阿蘇の特産品と一品を集めたセットをご用意しました。5月12日から販売をスタートしましたが、これまでにたくさんの注文をいただいており、またお客様からの励ましのメッセージも届いています。本当にありがとうございます。今回の地震では多くの店舗が被災し、また阿蘇と熊本市を結ぶ国道57号線が寸断され、阿蘇市の環境にも大きな影響を与えています。地震発生から1ヶ月が経ち、以前のように商店街にも再開したお店が多く見られるようになりましたが、しかし大型連休中でも例年では考えられないほど道は空いていて、お店を開けていてもお店に来るお客さんは激減し、このままでは店を閉めなくてはいけないという店舗もあります。阿蘇の観光は今危機に直面しています。頑張って生産したりお店を開けたりしていても、売れなければ収入がなく雇用も確保できません。この阿蘇復興支援セットを買っていただくことが店舗の支援につながります。阿蘇の人々の生活を守るためにも、どうぞ皆様のご支援よろしくお願いします。この阿蘇復興支援セットは送料が無料になっており、また売上の一部は倒壊など甚大な被害が出た阿蘇神社の再建に役立てられます。現在阿蘇もでは一日でも早くお届けできるようにスタッフ一丸となって作業を進めています。しかし注文数が多いために発送までにお時間をいただく場合もあります。また阿蘇復興支援セットについては、さまざまな店舗商品のセットのため揃ったところから発送しています。ですので、同時にご注文いただいた商品のお届け日が違ってくることもありますが、どうぞご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは阿蘇もホームページまたは阿蘇もカスタマーセンターまでお問い合わせください。さて続いてですが、阿蘇神社についてです。阿蘇市のシンボルでもある阿蘇神社の楼門と神殿が倒壊したこと、これは本当につらい出来事でした。阿蘇神社ではこれまで三の神殿の応急処置が行われたり、仮の拝礼所ができたりと復興に向けて確実に歩みを進めています。阿蘇神社によりますと、再建までおよそ10年の歳月と総事業費20億円が見込まれているということで、現在郵便振替や銀行口座での法産のご協力も呼びかけています。またヤフージャパンによる募金活動もスタートしています。詳しくは阿蘇神社社殿復旧のフェイスブックやホームページなどをご覧ください。そして阿蘇神社といえば、毎年たくさんの観光客が訪れる
阿蘇神社最大の神事、7月28日に行われるお田植え神幸式御田祭り、こちら今年も予定通り行われる方向で調整が進められています。御田祭りで神輿に投げ入れる苗がありますが、5月3日にはその苗の種まきの神事、播種祭が阿蘇神社氏子代表の正代勝久さんの自宅で行われました。正代さんは60年以上前からこの苗を育てる役目をされていて、今年は地震の直後ということもあり、特別な思いで種をまきましたとおっしゃっていました。 WebTV 阿蘇ではこれから復旧復興に向けた阿蘇市の様子を様々な形で皆さんにお伝えしていきます。現在商店街を中心にしたお店の人たちの元気な姿を番組としてご紹介していますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは次回の WebTV 阿蘇もお楽しみに。今月はこの辺で失礼します。